体調管理ね、あのリスナーの皆さんもぜひ気をつけていただきながらというとこでしたけど、まあ今日2回目ということで初回放送ありましたね。はい、はい、ありましたね。うん、どう、反響が結構聞かれててね、回っててね。そう、どんなもんなんですかねこれ実際。いや、なんかすごいいい方、いい方らしいよ。小田くんが、そのディレイのね、小田くんがあの言うには、普通最初ってゼロとかありますよって。あ、そうなんだ。うん、めっちゃすごいらしい。いや、でも大田さん結構その甘々やからな基本全部褒めてくれるから、その、まあね、逆に信用なくなってるっていうのはありますけどねほんま？ほんまそれ。世界進出、俺たちじゃあ世界進出できるわ。褒めて、うん、世界進出できる親の親、あ、子供の親は甘々だよっていうね、統計が出てるっぽいんで、僕らじゃあ世界に打って出てね、行こう。ちゃんとそれあ、そうらしいから、じゃあ小田くんちとかはどうだった？世界進出できる？厳しかったの？めちゃくちゃ厳しいやん。じゃあ世界出れないじゃん世界出れないじゃん。じゃあもうみんな、ここはさ、ここはもうこのね、キレラジメンバーはもうちょっと甘々でいこう。甘々で、お互い甘々で世界に打ってんだよ、まあまあまあ、うん、甘々でいこう。まあそうですね、うん、やっていこう。もう本当にね、すごい数回って聞いて、聞いていただいて、本当にリスナーの皆さんありがとうございますっていうところと、ありがとうございます。本当に、あともう一つ、なんかその Spotify の方で、あのフォローがあるんですわね、うん、そうそう、なので、はいはいはい、うん、なのでぜひ Spotify の方、あのフォローの方もね、聞くだけじゃなくて、ぜひ気に入ったよっていう方はフォローもしていただけるとね、嬉しいなというふうに思いました。いや本当に、まあ、100回近く行けばいいなっていう願望はあったんだけど、本当実際にね、そのぐらいの近くまで本当に聞いていただいて、もう次回以降もっともっと面白くしていかなきゃいけないなっていうふうにね、思っていたところだったりもしているところなんですけどね、頑張っていきましょう頑張っていきましょう頑張りますよ、頑張りますよ、ね、そう、頑張るって言えばね、はい。